カール・ビルヘルム・オーネゾルゲは、ドイツの政治家、アドルフ・ヒトラーの国家社会主義ドイツ、労働者党政権において、郵政大臣を務めた。オーネゾルゲ1872年、プロイセン王国のザクセン・アンハルト、グレーフェンハイニヒエムに、電信館の息子として生まれる。1890年に郵便局に就職し、フランクフルト・アム・マイン支局に配属される。 勤務の合間にキールとベルリンで物理学を学び、工学博士号を取得。第一次世界大戦では出生せず、ドイツ軍大本営の郵便主任を務め、戦後は民族主義団体ドイツ民族防衛同盟に加入する。1920年、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。まもなく党首アドルフ・ヒトラーの友人となり、黄金な地党員バッジを授与されている。また、 同時期に、ドルトムントに、ナチ党支部を設立するため尽力した。1929年、中央郵便局長に就任し、1933年に、郵便局から郵政省に移る。郵政省では、郵政大臣、パウルフォン・エルツリューベナ派の秘書を務め、ナチ党に反抗的だった、エルツリューベナ派に代わり省内を取り仕切った。1937年にエルツリューベナ派が、 ハンナ地頭姿勢を理由に解任され、公認として郵政大臣に就任した。1942年にヒトラーから25万ライヒスマルクを寄付された。1945年、敗戦後は逮捕され、バイエルン州で日ナチカ裁判にかけられ、財産を没収されたが、重い罪には課せられなかった。後に判決は撤回され、年金の支給が認められたが、財産は返金されなかった。 1962年2月1日、ミュンヘンで死去。オーネゾルゲは、無線やテレビの研究、開発に興味を示し、1936年に、ハケブルク近郊の土地44ヘクタールを240万、ライヒスマルクで購入し、研究所を創設した。研究所は、マクノーバー湖周辺に設置され、ラジオテレビ技術やロケット技術を組み合わせた研究が行われ、 第二次世界大戦終結まで研究は続けられた。また、原子爆弾にも興味を示しており、管轄外にもかかわらず優勢賞を指揮して研究を行い、ヒトラーにウランプロジェクトと称した原爆開発計画を数度にわたり進言した。ウランプロジェクトでは、マンフレート・フォン・アルデングを中心に電磁質量分離機の開発を進めるべきと主張している。 ウベローハム、ホールカシャレイディクリーズマス、ダイネシヒテテトイッチホールカスケンシッツ、ウントトルッツバンズ、19191923、ライプニツ、ハンバーグ1970、ISBN3 から87473から 00X、S318、327、ガード R ユイバーシャー、ビンフリートフォーゲル、ジエネンウントバーディノン、ヒトラースゲシェンクアンザイネアリテン、 フランクフルト1999 ISBN3 から10から086002からイ・ユベール・フィンソンレオ・サイドルハイテック・フュア・ヒトラーダイ・ヘイクバーグフォーム・フォーシュン・セントラムツア・ケイダー・ショミド 2198SS48 ヘンリー・ピッカーヒトラース・ティッシュ・ディスプレイク・イム・フラーホト・カティアプロッポラン1997アンベラ・ファントリックス・ティービー インタビューミットローチスミッシュ、ゴフアトホンヘイコピーターマン、スクリーン TV、20、マイ2002、ライナーカールスッチ、ヒトラース・ボンベ、ラバ、ミュンヘン2005、ISBN3 から4 2ロ0 5 8 0 9 1ありがとうございます。